確かに。ヒステリーな女の999日の記録。のっかとは、なんだその悪意しか感じないタイトルは。筋肉と過ごした8年間。ノーカット版。これも長い。僕がやらせていただいている塩見咲夜、男性主人公バージョンは残すとこ千秋楽の一公演となり、最後まで僕たち、全力で走り抜けたいと思っていますので、本当に最後まで温かい応援をよろしくお願いいたします。男女のダブルキャストということで、初舞台に出ていただきまして、でももう残りあと1日、明日を残すのみという感じになってまいりまして、一回一回の本当に生のお芝居の楽しさっていうのをこう教わっているような気がします。とても良いカンパニーに、カンパニーって初めて知ったんですけどこの、大楽の最後の3回目はもう全員の千秋楽の、カーテンコールということなので、最後センター割りで大丈夫だと思います。はい、遠慮なく歌って踊ってください。歌うんですか？歌います。千秋楽、いつも舞台終わりにまた明日って言うんですけど、今日終わったらもうそれを言うことがないと思ってここに来たら、なんかみんなが異常に逆になんか元気な、あやーみたいな、その明るさが逆にちょっと耳に染みて。入るかどうか。おや。起きた。おはらしい。先生、おめでとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。次の回。はい。はい。次の回。次の回。危険なものは家庭なので変わらない。だから気持ち。作戦担当今日。いよいよ大千秋楽や。寂しいけど、ちょっと今回、全力で、今までも全力で演技して、で歌も歌って、ダンスも踊ってだけど、次も、もう本当に今日は出せる力を全部出し切って幕を締めたいと思います。さあ、もう終わりですね、ついに。なんかアスミスが緊張してるっていう謎の、わー、おめでとうございます。
千秋楽ですって。信じない、信じないことから始めよう。逆立つの。あ、これなんかどうすか。一番スクリーン P3 スプリングオブバース。これだな、これだ、これだ、素晴らしい、確定だな。ちょいねんけど、上に、上か、もう上か、そうだ、最後だ。イエス、僕たちのとこの、みんなのとこの素敵なこっちのこの、すごい計算するよ。そうでしょ、結構感じのとこの、つけさせましょう。はい、きっと大丈夫、みんながいるなら。せーの、ベルカ様。よっ、髪の色です。暗いところでは始まるよ。
ませんね、宝物のあるって言ってました。本当にそう、クリスマスリー僕たちの宝物だい、えい、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。何度でも見てくださいね、うん、ちょっとみんなまた会える。だからこれからも、どんな試練だって乗り越えられる。それはなぜならみんながいるから。良いお年を。いやちょっと違うものだよ。キャラです。